エンリケがドキュメンタリーで「バルサ戦のお前はクソだった」ってエンバペに直接言ってた面白かったあそうなんだで俺が言ったの合ってたんじゃん <laughs> やる気なっていう <laughs> あのあれいや本当にさエンバペがさモチベ低いというかさその守備貢献の低さを言うとさ怒る人いるんだけど俺マジであのモナコの時からエンバペ見てるからいい時のエンバペに比べたら本当低いんだって。 ももうあれ戻れ戻ないのでも 25, 6でしょまだ絶対ねモナコの時のエンバペとかパリ・サンジェルマンのあのまだねなんていうのこのこ王様扱いされてない時のエンバペ知ってたらでその分さメッシーみたいに、うん、運動量の継続性なくなってもさ得点とアシストえげつないってなってんのいいじゃんエンバペ多分数字そんな変わってないでしょ守備免除されてからのエンバペの数字って飛び上がってよくなってる多分メッシーほどは絶対変わってないと思うんだよねそう体には染みついてるけど あのエンバペの守備の継続性と切り替えの速さとオフ・ザ・ボールの良さでそこにあのオン・ザ・ボールあったからそうだからね僕の中ではもう全然エンバペのベスト知ってる分今が70点でも言い過ぎじゃないかなでだから本当これちょっと話もう飛んでないかフランス代表見たんすよ昨日イタリア対フランスあの14秒ゴールフランス代表やる気なすぎるよねイタリアディスじゃないよ マジで見た人分かると思うけどフランス代表マジで全員さセンターバック2枚以外はセンターバックも一番後ろだから仕方なくだろうけどマジでふわふわだよふわふわマシュマロフットボール4231のもうトップとエンバペとバルコラとオリーセが全然プレスバックとかコンプとかちゃんとしないからグリーズマンある程度頑張るんだけどいや俺が頑張ってもそんなにうまくいかんなみたいなでできるだけカンテがやれるだけやるみたいな でもカウンター食らった時全員戻りふわーっとしてるからそれはイタリアで逆転するわっていうでイタリアはあの3バック使ってるから変なライン間ライン間っていうかディフェンスラインの、ね、横の幅の空きがないしユーロであったみたいにあと何よりイタリアの,そのガチの大会とああいうネーションズリーグぐらいの頃モチベーション差がもう10ぐらいだとしたらフランス100ぐらいあんのよイタリアはイタリアは国民性というかああいう国だからある程度真面目なんだと思う 大会の重要性関わらずだら日本って本大会が100だとしたら90ぐらいでやるじゃんテストマッチもこれがフランスの差がえぐいめっちゃそれ感じたでそれがさ代表でもそうだしクラブでもやっぱエンバペの一番いい時に比べると全然だからだから逆にねそのエンバペいなくなった今のねパリをエンリケが思ったというそのなんていうのダメなやつを外すってマネジメントしちゃいけないじゃんエンバペに対しては。 それやれやるるようになってるエンリケが楽しみですね昨日のフランスだったら日本勝ちますよ。ただ当たる時期当たる大会が重要だよね。昨日のフランスだったら日本全然勝つ。ネーションズリーグはね、そのあれだもんね、親善試合に格付けたみたいな感じですもんね。いやあれ監督とかの問題じゃないと。まあそれこそそういう試合でも抜かない人使うかどうかだと思うね。でもデシャンの好みじゃんもうバルコラって。バルコラってラファエル・レオンみたいなもんだから。ラファエル・レオンの爆発力を低くして、 守備力ちょっとだけ上げたみたみいなでも基本はもう変わってないわけ分かってない三マなんでエンバペ左させてもらえないかったいやーそういやそれといやむしろエンバペが王様やりたいから真ん中やって攻撃の時左とか流れてましたけどねいっぱいでこれも多分バルコラ・ファンはやってますみたい言うんで窓開ケみたいな感じでいやなんだけどこの基準をさそのマルティネリとかが100で伊東純也とかミトマで9085みたいなっていうやつでやってるからっていう感じ カーラフィオリの毛がかわいそすぎるでしょデンバペが削られてデンバペ吹っ飛んでそれがなんか重心サンダーライガーの浴びせ蹴りみたいになってそれがカラフィオリのかかと当たったみたいなあのパターンの毛が初めてみたいなそれこそそういう真面目系のウイングとか,かあの親善試合でも抜かなそうな人いるでしょグリーズマンってああいう毛を集めたらそうなるけどラファエル・レオンみたいに公式戦だって抜く人いるわけだからそれはねもう選手のキャラなんですよ性格なんですよえっ 葬式なのにふざけるるってやついるじゃんそれと一緒日本はそういう人許されしだそこは盛りやっさたのめっちゃいいとこですよちょっとでも緩いやつ呼ばないじゃん強度激しさある上でこの技術で,技術で相手を上回れる人っていうジルは抜かない系だったんだけど年取った分継続した運動量は出せないみたいなだからケインとかあのあれとレバンドスキーとかそういう感じですよね嘘だろうどめちゃくちゃ奥だったよね今ね 昔はエンパペちゃんとこういうのもな、一回戻って駆け引きとかすげえちゃんとやるタイプだったけどな、なんか、これやってた選手が昔の裏抜けできるみたいな、逆になっちゃったな、なんか傲慢な感じになっちゃってるオフ・ザ・ボールが傲慢だったよね。ダーウィみたいに一生懸命やってオフになる感じじゃなかったもんな。攻めれそうだから急いで戻るとかないもんね俺がゆっくり戻るから、その間お前らキープしとけみたいな,感じじない。言えすぎて、早く戻れよとかも言えないだろうし。勝ってないとチームの空気があるぐらい。これやってもいいぐらいの質ある人だからってことでしょうけどね。 この後すげえミドル決めたりしてやっぱエンパペ,ペ、オフ・ザ・ボール完璧な、もう本当に最高の時期あったからなフラン、フランスが優勝した時のワールドカップの時期とかさ、今の切り替えももうちょっとスプリントしてほしいもんな、エンパペのとこ。メッシとかも守備しないけど、ああいう瞬間はめっちゃするからな。戻るとき走れるんなら、ピッチ上でね、切り替えの瞬間走ってほしいよな。エンパペ切り替えの守備頑張ってたら、そのトランジションのところで奪って得点できたりとか、チャンス増えるから、ピンチも減るし。 やっぱエンバペ次第だな今日はガチパガチパペなんだけど思想が良くないからワルバペなんだよなガチパペだけどワルバペですでもあのパリ・サンジェルマンに関してはこういう形で赤パリ・サンジェルマンこういう形でビートアップするんだけどまず両ウィングが高い位置取りすぎてて足元でウイングにつけるのが厳しいじゃんでかといって高いあの このディフェンスラインとのギャップがないから裏抜けもオフサイドになったりそもそも裏にずっといた状態いるっていう、まあ、両ウィングがだから攻撃の時オフザボールもっと頑張らなきゃいけないっていうのがあってあともう一つはこのエンバペ中入った時に外をこのヌードメンデスが取るんだけどもうエンバペがどっちだっていうので基本中入ってからヌードメンデスこの辺の位置でって結果こういうビルドアップでいい最初はエンバペ自陣の攻撃の時はエンバペ外に行ってもらって押し込んだ時にエンバペが中入って 布の面で来ないんだけど、押し込む前からエンバペ中入ってるから、結果ここ行っちゃうから、ここの繋がりなくなるから、ボール運ぶの苦戦するっていう。で、今度運んでこういう状況になった時に、運んでデンペルこういう風に深いの作った時に、エンバペが奥取ってくれたら全部下がってここが空くんだけど、エンバペ自分で決めたからこう行くから、結果後ろの選手が入ってくるスペースないし、サイドバックのところも、エンバペこう来たらサイドバック絞るから、こういうクロスに対してフリーになれるんだけど、その状況もない。だから、 もう本当にこういうふうに人の配置とボールの動かし方でチャンスができるっていうのはパリ・サンジェルマンはそういうね、累戦力がこうやりたいことだったりとか、チームで崩すみたいなのは、まあ、ぶっちゃけエンバペのせいでできないんだけど、ただ、そういうのできなくても、何回エンバペにボール入ったら全部かわして決めるとかあるじゃん。そうだからもうね、戦術を捨てて、こう生かすというか、もうエンバペとパリ・サンジェルマンの関係って、エンバペに気を遣い続けなきゃいけないから。 だから、ルイ・センリケの良さを見るんだったら、エンバペいなくなった後ですね。現状はもう、エンバペこそ戦術にしなきゃいけないっていう。で、エンバペはそれに応えて、フォアザチームっていうか、だからあの、バルサだとさ、メッシーこそ戦術になったけど、メッシーもそれに応えてさ、温存しながら切り替えの瞬間、むっちゃ守備したりとか、あと、メッシーはまあ、奥取るタイプじゃないから、スアレスとか奥取って、メッシーが真ん中決めるとか、その、この、自分の持ってる、 責任を感じたプレーの仕方したたじじゃん責任を感じたサボり方してたっていうかエンバペはねなんかこう責任は放棄してやってるというかチームを背負ったセルフィッシュじゃないんだよね本当だったら、まあ、センターフォワードにそういうエンバペに対してスペース作るようなジルーみたいなタイプいたらいいけどこのムアニがそうじゃないっていうふうになってんだろうね今のパリ・サンジェルマンだとまあなあエースがこれじゃまとまれんよなそれはこの結果になったとむしろねその中でよくやったと思うけどな いや俺こういうチーム引きいたことないかわかんないな、この絶対的なエースがいて、その人に気使わなきゃいけないみたいな状況のねパリ・サンジェルマンは本当に、でも、もう、めちゃくちゃすぐ修正できるところで言うと、もう、どんなルンマに足元でつながせない、エンバペに切り替えの守備ぐらい頑張らせる、あと、奥にかかんな、これだけですね。これだだけでだいぶ変わるから 後半になってゼロトップの精度上がって、バルサが前から捕まえに行けなくなって、なおかつ何よりも一番良かったのはセンターバックにマルキーニョスも落としたところなんだけど、ただそれはちょっと、かっこいい分析するのはそっちなんだけど、根っこのところはもう本当に、クリアの一個のところだったりとか、切り替えの一個のところ頑張れないチームって絶対強くないから、それをリーダーがやっちゃってるのはきついね。 だゼロトップの役割、僕はやっぱりエンバペでいいと思うんですけど、ね、中央で。エンバペ降りてって、いろんなとこ、っていうかさ、エンバペが低い位置でボール持ってさ、前向けたらさ、一人は抜けるから、そこから勢いつけていくみたいなメッシュみたいなこともできんじゃん。で、左バルコラ、右デンベレに貼らして、エンバペだとあれか、失った瞬間の守備もしないから、危なすぎてそんなさせられないのか。そう、現代サッカー王様いると、戦術の幅は狭まるので、不利です、ね。 それでね、だこのプレーするんだったら、オン・ザ・ボールで質はっきり違い見せてくんないとって感じだよね、この守備免除だって、このセルフィッシュさに伴った質もらってないからね、お釣りが来てないんだよな、普通に味方がつないでる時に、ダラダラオフサイドラインにずっといるから、選択肢減ってるし、切り替えの瞬間、プレスしないから、守備の時間増えてるし、あとはもう、状況を考えないで中入ったりするから、ヌード・メンデス上がらなきゃいけなくて、うかいけなくなるから。 本当ねマジエンバペの僕はあの昔エンバペのがっつり解説っていうのを作っててエンバペがいかにいい選手かすごい選手かっていうのを語ってるんでマジでがっかりなんですよほんとにいい選手だったからで人間性もいいみたいなさその教育的にそのお金とかじゃなくやるからみたいないやいやパリ残ってんのかもしんないけどさやっぱそれはさチームがあってサポーターがいるんだからピッチ出たらやることはやろうよって思うじゃんそう考えるとずっとねもう イングランドからもうスペインとかポルトガル行きたいっつってんのにねやっぱシーズン始まったら大活躍するベルナード・シューバーすごいっすよねいや今のもエンバペのまんまだったらマドリー来たらめんどくさいっすよそうだこれであそうなんだ,だこれで来週その分ハットトリックしてみたいなとかねそういうのあるからあれだけどもうそあれっすよ組織論の話っすよ僕してるのだってメッシあの継続的な守備者やけど態度悪い日はないじゃんメッシもロナウドもロナウドはちょっとあるか <laughs> やることやるじゃん しっかり切り替えの瞬間のオフザボールトがすごいじゃんロナウドとかメッシュとかエンバペはこう態度悪い瞬間あんだよな自分が失った時みんな頑張って走るのに味方が失った時エンバペは頑張んないみたいなさそうロナウドはやる気ない日はないからなそれでもロナウドメッシュの一番ひどい日より今日のエンバペってこう態度として悪いと思うよ俺でその態度とかコミットメントとかを気にするルイス・エンリケが監督だからまた噛み合わせがねだからルイス・エンリケで良くなってないっていうのがもう地獄だよなそれ ロナウドの態度の悪さって自分が目立てないとか俺にパスくれやの態度の悪さじゃん。もうエンバメの場合はね、我が輩のために走りたまえみたいなさ、なんかこの、そこ一個前に走るのって楽じゃん。サッカーやってる人が分かるけど、プレスバックきついけどさ、前プレって結構いけるじゃん。で、ボール失った瞬間のプレスっていけるじゃん、あれって。それすら止まるからもう意味わかんないんだよな。すげえ疲れてたりコンディション悪いのかなと思ったけど、ベンチには走って帰る。昔のスターっぽいメンタリティや で、これどうなんだろうな。僕、パリが突破しようが、バルサ突破しようが、まあ、若干予想上、パリの方が嬉しいかな、ぐらいですけど、でも、どっちもいいじゃん。これサポーターの人一番ムカつかないのかな、ね、これね。お前頑張れよ、それっていう。もうしゃーねーかってなっちゃってんのか。自分がスタ、好きなチームのさ、エースが、スタジアム見に行ってこのプレイしてんのめっちゃ嫌だけどね。好きなアイドル音響さんに態度悪かったり嫌じゃない <laughs> かクロップが走って帰るのと一緒で分析とか早めにするためだったらもうプレイングマネージャーみたいな感じで仕事多すぎて疲れてるみたいなも試合中に分析してるから足止まってるみたいな <laughs> 一番プラスに考えてそれ確かにエンパペ頭良かったからな,みたいな私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J d が排ー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。